餅と揚げない揚げ出し豆腐を作りました。豆腐餅です。揚げない揚げ出し豆腐です。いただきます。生姜醤油でいただきます。揚げない揚げ出し豆腐です。刻み海苔をかけていただきます。豆腐餅はもちもちとした食感、これは好きな人多いと思います。入れてる鰹節効果で噛んだ時にじゅわっとくる旨味がとても美味しいです。私は生姜醤油で食べましたが、ポン酢、おソース、一味や七味をかけたり、お好みの食べ方で食べてみてください。揚げない揚げ出し豆腐は外はサクサク、出汁に使っているところはとろーり、どちらの食感もたまりません。今日作ってみて、私は普通の揚げ出し豆腐より好きかもしれません。お店で出したいなと思いました。2つともとても簡単にできますので、皆さんぜひお試しください。今回の動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。ごちそうさまでした。